いてるあなたたちが原発が危険だっていうことを子供にも分かるように教えないから、春休みに私の友達は福島に旅行に行ったり、福島の食材を食べたりしていっぱい被爆してたんだと思います。あんたたちのせいです。人がたくさん死んで責任取れるんですか？授業とかで原発の放射能は危ないけど、原発の放射能は安全だとか言われても信じれるはずがないでしょ。埼玉県から片道2時間かけてここに来ました。中学2年生の子供に何でもの被爆してんだよ。仕事